はい、皆さんこんにちは、マーサです。いつもありがとうございます。ですね、今回は雪の夜のソリチュードという、弾き語り動画をアップさせていただきましたので、こちらのトーク動画を撮らせていただいております。去年ですね、去年の、この時期ですね、冬空という曲をアップしたんですけれども、作ってね、クリスマス遠距離恋愛の、カップルのクリスマスみたいなね、そんな歌をアップいたしました。で、去年の冬空っていう曲は本当にクリスマスっていうイメージもあってね、ちょっと動画に鈴の音を入れてみたりですとかね、そんな工夫もしましたが、一つこう冬の風物詩って言ったらあれだけど、風物詩までいかないけど、冬といえば雪じゃないですかね。なんかただ私が住んでいるこのね、千葉県北西部になるんですけど、東京湾寄りのね、こちらの方はね、年に1回雪が降るかなとか、まあ1回っていうかね、ちょっとみぞれみたいのはあっても、積もるっていうことは年に1回あるかないかみたいな地域なのでね、雪に対するこう思いがね、そこで生活している人とはまた違う何かが私の中にはありましてですね、そういうこともあって、ちょっとこう雪にまつわる曲っていうのはやっぱりまたこの冬も作りたいなと思ったので、ちょっとそんな曲を作ってみました。ただね、今回のはちょっとこう物悲しいというかね、解釈はそれぞれです、人それぞれに解釈してくだされば大丈夫なんですけれども、ちょっとうるっとくるような、私はね、歌っててなんかちょっと泣けるななんて思ったりするんですけれども、そんなような曲になっています。でね、これ別にね、もともとその感じで作ろうと思ったんじゃないんですけど、鼻歌始まりでこう出来上がってきた曲にこうコードをつけていくじゃないですか。コードをつけていくっていうか、もともとコードありきでこう来てるんだけど、じゃあこうしようしようってこうやってるうちに、あれ、このコード進行ってちょっと思ってね、有名な曲なのでご存知の方多いと思うんですけれども、ショパンのね、ノクターンの遺作というね、何番だっけ、20番だっけ、21番だっけ覚えてないっていうね、そのショパンのノクターン遺作といえばっていうね、曲があるんですが、その和音の進行にすごく似ているなと思ったので、似ているなと思ったし、たまたま私が作ったキーがね、同じだったんですよ、そのキーがね。なので、ちょっと感想のところにね、そのショパンのノクターンをオマージュしたっていうんですか、ちょっとアレンジさせていただいて弾いてます。はい、平原綾香さんがね、ノクターンっていう曲、まさにノクターンってタイトルだったと思うけど、この曲をそのまんまもメロディーにして歌われてる歌があるんですけれども、それとは全く全然違う雰囲気で、歌は全然ね、ノクターンの感じじゃないんです。もともと本当に歌ありきでちゃんと作って、ちゃんとっていうか作ってたら偶然なんかショパンの曲に似てるなと思って、で、私クラシックをね、すごい一生懸命やっていたんですよね、若い頃、30代半ばぐらいまでかな、クラシックのピアノばっかりやってた時期が長かったので、その中でもね、大好きな作曲家の一人でしたね、ショパンってね。なので、自分の曲にちょっと彼のね、素敵なメロディーを使わせていただいてもいいかなと思ってやってみましたので、そこら辺も聴いていただければと思います。はい、じゃあ雪のね、景色の写真も素材ですけどね、いっぱい集めてみましたので、そちらも楽しんでいただきながら聴いてください。ぜひぜひ最後まで聴いてください。ではまた。バイバイ。